ちょっと喋るスピードが上がるから、いつもよりも早く終わるかもしれないけど、いつもの日常のスピードで喋っていい？絵描きさんってなんで特殊な名前が多いの？いろんな人が言ってますが、変人が多いこと、プロを目指す方だと被ってる名前は覚えられにくいっていう点があるので、被らないけど自分が気に入る名前ってのにすると必然的に変な名前になります。真面目な回答すいません。なるほど、自分が気に入る名前ってのにすると必然的に変な名前になりますってことは、必然的にその人も変っていうことじゃない？適当にかっけえなって思ったやつに。S1106？ それは二次元のもの描きすぎて心までが二次元になったから、心までが二次元になると二次元の名前になるの？てか二次元の名前ってどんな名前だ？発想力がすごいからじゃないかな、わかんない。これすごい思うんだけど、多分ね、ユーモアが溢れるんだろうね。やっぱり絵を描いてる人っていろんなことを思い浮かべるから、一つの物事に対していろんな視点から物を見ていくんだよね。そうなってくると必然的に想像力が膨らむから、だんだんユーモアも溢れてくるんだろうね。特に理由はないですけど、覚えてもらうため。あー、確かに印象付けはあるかもね。ツイッター始めるときに鮭食べたいと思ったらいつの間にかこの名前になってました。あー、なるほどね。まあ、鮭はわかるんだけど、その名前の後についてるの中のクイーンは認知されやすくするために、または変人だからだと思います。結構後半ストレートだね。好きな色が青なんですけど、このままじゃなんか面白くないなってなって青をにしました。あれね、何か一つ足しちゃえ戦法ね。センスがあるからじゃないですかね。それもね、さっきのユーモアと関わってきますよね。それも大きいと思います。食べたい気分だったから、ただのオムライス。音楽とか美術の先生って癖めっちゃ強いじゃないですか。それで確かに分かりやすいかも。少なくとも Y はあだ名で決めました。お猿さんさんって呼ばれてるの？知らないですね。でも自分はなんかこれにしたらなんかあるだろうと思ってつけてますね。あんまちゃんだでって。いや、それで何かあると思うのはね、いや、そんな甘い考えは甘ちゃんだで。醤油よりソイソースの方が神絵師っぽくないですか？ごめん、ソイソースが何かわからない。最初カビキラーにしようとしたけど殺さんといたろって思って。確かにカビルルンの方が楽しそうだもんね。なんとか目立って勝つ、目立って勝つ、かなり目立ちたいみたい。この名前って言ったらあの神絵師さんだよね。変な名前だよねって言われたい。変な名前だよねって言われたいの？ちょっと待って、無自覚の M 体質なの？いや、ぶっちゃけ適当ですよね。自分は目の前にセブンの卵置いてあったからですね。あと食べたかったからですね。美味しいですね。本当に予想以上に適当だった。しかも最後あたりただの感想だよね。みんな知ってるかな？なんか今ね、唐突にひろゆきさん思い出した。それあなたの感想ですよね。光を、その光を僕の